今日の源氏が女の同乗者を持っていて、ミスさえあげずに来ているのを妬ましく思う人が多かった。みそぎの日の端麗だった源氏が、今日はくつろいだふうに物見車の主になっている。並んで乗っているほどの人は、なみなみの女ではないはずであると、こんなことを皆想像したものである。源の内志之助では、競争者と名乗って出られても、問題にはならないと思うと、源氏は少しの物足りなさを感じたが、源氏の愛人がいると思うと、晴れがましくて、源の内志之助のような厚かましい老女でも、さすがに困らせるような冗談もあまり言い出せないのである。宮安どころの反問は、もう過去何年かの物思いとは比較にならないほどのものになっていた。信頼のできるだけの愛を持っていない人と源氏を決めてしまいながら、断然別れて西宮について伊勢に行ってしまうことは、心細いことのようにも思われた。捨てられた女と見られたくない世間体も気になった。そうかと言って、安心して京にいることも、全然無視された。車争いの日の記憶がある限り、可能なことではなかった。